いう一面も持つ。チューニングショップヤシオファクトリー代表。愛称は、岡ちゃん。D1GP 単走においては、タイムアタックなどで培ったテクニックを活かし、速度とキレのあるドリフトを見せていた。2001年に D1 グランプリでシリーズチャンピオンを獲得した谷口信輝が使用していた S15 シルビアは岡村が製作したものであった。2006年からはチューナーの他にドリフトドライバーとしての活動も開始し、D1 ストリートリーガルに参戦。すぐに上位選手に数えられるまでになった。特に2006年度第4戦のオートポリス戦では決勝で萩迫隆とのサドンデスの末、ダブルクラッシュに見舞われたものの、同時優勝という形で自身初優勝を飾った。その年は、シリーズランキングでも3位に食い込み、最後までチャンピオン争いを沸かせた選手の一人に数えられた。2007年に入ると、より上位クラスである D1GP にも、日産、シルビアで参戦。第3戦の鈴鹿サーキットではベスト8にて、久保信重と激しく争い、惜しくも勝利こそならなかったものの、その完投ぶりは称えられた。2007シーズン終了時での順位は18位、ポイントも13ポイントを獲得した。一方、D1SL では、シーズン途中から、日産、フェアレディ Z に乗り換えたが、マシントラブルが、相次ぎ、不完全燃焼でシーズンを終えた。2008年は D1GP 第1戦恵比寿に S15 シルビアで参戦した際、クラッシュに見舞われて全損。第2戦富士には PS13 シルビアで参戦し、自身初の単走100点を記録。第6戦恵比寿にはタイムアタック用に製作されていた S15 シルビアで参戦した。2011年にはスーパー GT の GT300 クラスで、東名スポーツの360号車からの参戦が決定。マシンは、シボレーコルベット GT3、パートナーは、スーパー耐久などで活躍する、田中敦という体制で挑む。また、2011年からは、ドリフトマッスルに参戦していた。2014年からは、選手会長を務めた。2015年には第 1.2 戦で2連勝を果たしている。http://www.d1gp.co.jp/ドライバーズマシーンズ2008html ハットドリフトマッスル第2戦富士で岡村和義選手が2連覇達成。ウェブカートップ2015年5月11日。ありがとうございます。